ゲーム理論ではやられたらやり返すが最強とのことですが証拠があればやり返していいみたいな法律を作ったら犯罪は減りますか減りません自己短編集の気楽にやろうよみたいな結局その,あの、まあ、半村美法典だったりとかあとその日本版の仇討ちっていう制度があったんですけど その昔はそのやられたらやり返すというのをやってたんですけど結局それやってると拉致が開かないからその私系の死刑っていうのはやらない方があの治安は良くなるよねっていうので割ともう世界中で死刑を認める国っていうのはあんまりないはずです先進国では。